2011年6月、山梨県富士緑の休暇村において、新極真会の日本代表強化合宿が行われた。参加者は緑健二代表を筆頭に、小林勲副代表、第10回世界大会日本代表選手団三好和夫総監督、奥村浩一監督、そして世界王者塚本則親、塚越隆之をはじめとする日本代表選手団である。半年後に迫った世界大会での優勝を目指し、気迫あふれる稽古が繰り広げられた。世界の強豪との接戦では、シワリ一枚の差が明暗を分ける。勝利のため、全員が一丸となってあらゆる稽古に取り組む。とにかく直角に当てるってことですよね。それができなかったらいくらは、こうなったら、まっすぐ、真下に。自分のブロック、自分のブロックから、最低でもまず、外人は絶対に自分のブロックからは消していく。これをまず第一目標に頑張ってください。よし。終わりました。よし。そんなことあっても自分のブロックからね、外人をね、出さないというね、そういう意識を持ってやるんです。世界大会、それは個人の戦いであるとともに、空手母国の名誉をかけた日本と海外勢との激突でもあるのだ。選手一人一人の一挙手一投足に、緑健二代表の鋭い視線が注がれる。高く外人の顔面届かないですよね。その上段があると中段も入る。もっと高いところを意識して蹴ってもらうと、相手の肩口が外人だ。膝が低いと、ここから上がる位置って決まってるからね。膝をなるべく買い込んで、軸足も前足も返す。パンチを打てる前で蹴れるっていうのが理想だよね。今パンチを打てる前で蹴るわけです。これが買い込みがちっちゃいと、こっちだビューッと買い込んで蹴る。で足がこうなってきたらいいんだよ。上段距離に、こういうふうに、それでピシッと刈り込んで、軸足が返ってくる。無意識、押す。それでは体が倒れると、押すわけないよね。押す。ぐるっと刈り込む。押す。で、軸足を返して、押す。こういうふうに当たる。こういうふうに当たると、押す。外回しみたいな、全然威力ない。押す。押す。押す。それね、もっと柔軟をしっかりやってさ。はい。それぞれの特徴を捉え、丁寧にアドバイスを送る。上段があると、中段はね。押す。速い上段を取らないと入らない。押す。速い上段があってこそ中段だ。押す。こうやって体に染み付いてる。押す。ゆっくり、ゆっくり蹴ってると、これが体に染み付いてる。押す。もう、こういう約束でも早くはスピードを意識してます。押す。はい。はい。よいしょ。
倒れるわけだからさ、スピードだな、もっともっとスピードを上げていく。す95キロ96ぐらいです。 6が当たれば絶対倒れる。押す、だからシャープにパチンとする。押す、よいしょ、よいしょ。90、最後は体重あるんだ、当たったら倒れる。理想とする華麗な組手、倒す空手を体現するために追求してきた上段回し蹴り。その指導には特に熱が入る。押す、押す、塚本範親、第6回に続き2度目の世界王座を目指す。いや、まあ疲れてますけど、まあ、ものすごく勉強することがたくさんあって、刺激的ですごいいいと思います。まあ自分の、まあ、人生そのものですね、まあ、命を懸けるものです。いや、もうこの人のためだったら命を捨ててもいいと思って代表についてきたので、もうどこにでもついていこうと思ってます。塚越隆之、ディフェンディングチャンピオン。そうですね、まあ、正直この時期は練習をやっぱりたくさんやってるので、ちょっと疲れが出てたりとか、ちょっとした故障はあるんですけど、まあ、うまくいってると思います。今代表が近くにいてくださるだけでも、なんて言うんですかね、心強いし、士気をすごく高めてくれる。本当にいてくれるだけでもう、まあ、太陽みたいな感じですかね。なんかすごくこう元気を与えてくれる人です。森健太、中量級重量級2階級制覇。やっぱシャンもやっぱ日本代表に選ばれたからには本当覚悟を決めてですね、本当世界で一番稽古して大会に臨むようにっていうことを、言われてるんでですね、本当一日一日本当大事に稽古をしていきたいと思います。自分は小学校の時はシャンに教えていただいてですね、本当シャンについていきたいという思いで今までやってきてるんですね。また自分がシャンに教えていただいたものを、自分も少年部指導させてもらってるんですね、同じことを伝えられたらなと思ってます。庄口恵美、日本女子重量級不動の王者。いろんな課題とかはまだすごく残ってるんですけど、まあ、4ヶ月でできることは全部やって万全の状態で臨みたいなと思ってます。まあ、空手はもう自分の人生の一部であると思ってるので、まあ、これからも続けていきたいなと思います。でもすごい合宿とか大会の時とかすごい優しい言葉をかけていただけて、本当に新極心でやれてよかったなって思ってます。Yeah.
はりですね、日本選手団男子も女子もですね、こう一堂に会してそして練習すること、そして選手たちの意識がね、そろそろ世界大会にこの合宿を終えてもうピッチ上げていくんだっていうね、そういう合宿でもあると思うし、そして日本選手団が本当に心を一つにしてね、男子も女子も日本が優勝するんだっていうね、そういう意識の高くなる、そのための、ね、合宿でもあるんで、この合宿の本当の意味はですね、心を一つにするんだと、絶対日本が勝つんだと、そういう意識をね、みんなでこう確認し合ってね、そして各道場に戻ってその気持ちを持ってね、大会まで練習していくってことなんでですね、怪我したしてた選手も全員集まってね、来れたっていうのはすごく意義のある合宿だと思いますね。そうね、第1回から9回までですね、日本人が王座を本当ね守ってきてるわけです。10回記念すべきね、第10回というね記念すべき大会でもね、必ず日本人は強いんだと、空手母国日本だと、そういう戦いをしてね、男子も女子も日本が王座を守ってほしいと思います。空手を通してね、日本人が勝つことによってね、また日本人も元気も出るし、東北の皆さんにもね、こう勇気を与えられるんじゃないかなっていう、そういう記念すべき大会でもありますが、もう一つこの東北の皆さんにも、被災地の皆さんにもね、こうエールを送れたらなと思います。そして今世界が風評被害でですね、日本は大変だと、放射能でもう日本は大変だっていうね、そういう気持ちがあると思うんですが、僕らのその空手のね、79カ国の空手家のね、仲間たちがね、必ず来てくれています。必ず来てね、そしてサポーターも来てね、そして日本で大会を成功させて、そして各国に戻ってね、全然日本大丈夫だったと、そういうメッセンジャーにも、ね、なってもらいたいなと思うので、本当に、今度の大会はね、何としても大成功にね、収めていきたいなと、そういう気持ちもありますね。ファイトフォージャパン、記念すべき第10回世界大会に向け、日本代表選手が結束し優勝を誓った。7月、緑健二代表の西の拠点である福岡において恒例の夏合宿が行われた。世界大会代表選手から青年部、少年部まで、あらゆる年齢、あらゆるレベルの選手が参加。暑さを吹き飛ばすような猛稽古の2日間となった。ここでも緑健二代表は一人一人の稽古内容を厳しくチェックする。
人ずつ声をかけて歩く緑代表。その一言が子供たちの気迫を生む。代表選手の持つミットに次々と蹴りを打ち込む子どもたち。子どもとは思えない激しい稽古に将来の期待が高まる。上段蹴りの指導は子供に対しても変わらない。大山総裁が望んだ華麗な組手をどこまでも追求する。合宿には白帯の生徒も参加している。初心者に対する緑代表の目はとても優しい。それぞれが課題を持って取り組んだ2日間の合宿は大きな成果を上げて終了した。先輩にありがとうございました。ありがとうございました。お互いにありがとうございました。ありがとうございました。翌日からまたいつもと変わりない稽古の日々が始まった。
緑代表が先頭に立ち、気迫あふれる稽古が続く。子供であっても緑健二直伝の技を学び、最先端の実践テクニックを身につけることができる。たゆまぬ稽古こそが勝利への道だ。福岡の地に道場を開いて20数年、緑健二が種をまき育んできた新極真空手は、数々の大輪の花を咲かせている。そしてまた新極真界の明日を担う子どもたちが緑健二のもとに集い、空手の素晴らしさ、楽しさを学んでいく。一般の部でも緑代表が得意のコンビネーションを指導。ここでも重視するのは上段回し蹴りである。森健太、渡辺大志、青柳茂が第10回世界大会の代表となった。一つの道場から3人の代表を送り出したことは快挙である。これは現在ではあまり見られなくなった内弟子という制度によるところが大きい。稽古に専念できる恵まれた環境のもと、選手たちは互いに切磋琢磨し、厳しい稽古に耐えて実力を身につけていく。特に伸び盛りの若い選手にとっては、身近に世界代表選手が存在し共に稽古できることは大きい。Shit!
緑代表のスピリット、最後まで決して諦めずに勝利を目指す精神、それを直に学べることも福岡道場躍進の鍵である。受けてるとこうなってる、こっちにガチッとガチッと受けると全体にバランスが崩れない、ね、パッケットをこうカットみんなも下段をこうみんなよくもらいながらやってるけど、受けてる人あんまりいないんだよ。ちゃんと受けるよ、きちんと受ける。世界大会メンバーに続き、若き新星が次々と台頭する福岡支部。世界を制する日は近い。鹿児島県奄美大島、緑賢治代表が生まれ、その負けじ魂、ストグレ魂を育んだ地である。亜熱帯の温暖な気候がおおらかな気質を育て、本州南端の小さな島でありながら、世界王者緑賢治をはじめ森健太、渡辺大志らの世界代表選手を生み出した。小さな体で世界の強豪と渡り合い、決して下がることなく戦い抜いた緑賢治の姿は、まさに奄美大島の象徴である。ここにもまた緑賢治に憧れ、第二の緑賢治を目指す少年少女たちの姿があった。終わります。はい、おっしゃー、はい、静かに、はい、
空手やってるね、やってる時にきつい時にね、その時頑張るんだよ。ね、手抜かないで一生懸命やる。苦しい時、きつい時ね、頑張らないと空手のやってる意味がないです。まあ、この奄美はね、本当にもうご存じのとおりめちゃくちゃ暑いからですね、子供たちの集中力もね、ちょっと欠けると思うんですけど、まあこういう暑い中で頑張るっていうね、そういう、まあ他よりもね、もう本当にこの夏っていうのね、夏をね、こう乗り切るっていうのがね、まあ奄美の子供たちもそうですけど、奄美の人たちのね、仕事においてもね、課題でもあると思うし、まあこの暑い夏をね、楽しみながら乗り切っていかなきゃいけないと思いますね。僕の将来の夢は空手の世界チャンピオンになることです。おっ、素晴らしい。はい、将来の夢はケーキ屋さんです。おっ、よし、よし、空手の世界チャンピオンになることです。おっ、よし、おっ、僕の将来の夢は空手の世界チャンピオンになることです。おっ、僕の将来の夢は空手の世界チャンピオンです。おっ、またもや僕緊張して、緊張してんな、呼吸して、はい、はい、どうぞ。バラー将来の夢は空手の世界チャンピオンになることです。あバラーの夢は空手の世界チャンピオンになることです。こんな声だ。あお腹の中に動機だけ入れたら、サポーター入れ直したら、ほら、お母さんに入れさせちゃダメなんで、自分でちゃんと入れないとね。お母さんにいつもやってもらってるからそうやって忘れるんだよ。自分でやるんだよ。分かった、分かったか。次から自分でちゃんとやるよね。よし、よし、はい、空手の世界チャンピオン、よし、はい、空手の世界チャンピオンです。よし、よし、いいぞ。人の2倍3倍努力すれば絶対に報われる。過酷なトレーニングを自らに課し、並外れたスピードと華麗なテクニックを身につけて、体格のハンディを跳ね返した緑健二。決して諦めない心を教え、故郷奄美大島から自分に続く世界王者を送り出す。それが緑健二生涯の目標の一つである。構え
能島で頭角を現した選手は福岡支部で内弟子となる道が開かれる。故郷の英雄である緑賢治の存在は彼らの夢であり希望でもある。人に優しくなければいけない。わかりました。よし、そしてね、文武両道、体だけ強くてもダメです。勉強も一生懸命、ね、体と同様一生懸命やってください。わかった。そしてね、いつも言ってることは、極真の精神、頭は低く目は高く、口慎んで心広く、孝を原点として他を益する、ね、親孝行することです。お父さんお母さんにね、感謝の気持ち、親孝行できない人は絶対ね、立派な人間にもなれないし、強い人間になれません。体も強くならない。お父さんお母さんの言うことをしっかり聞いてね、頑張ってください。わかりました。よっしー。緑代表の温かな眼差しによって見守られ、ストグレ魂を養う奄美の子供たち。新極真会の掲げる心を極める、その理念がここにはしっかりと根付いている。子供たちもね、お練習来るときね、嫌な子もいるかもしれない、行きたくないかもしれない、だけどこうやって練習終わるとね、みんな達成感あってね、嬉しそうに挨拶するんでね、まあ、僕らもこの子供たちとね、奄美帰ってきて一緒に練習してね、すごいすがすがしい気持ちもあるし、ね、なんかすごいパワーももらうしですね、なんかすごい空けていいなって思います。道場でみんなね頑張って練習してるんで、今日はこの奄美で一番綺麗なね、かけろまとっていうところに行って、少し、空手の稽古をして、またゲームやったりとかしながらね、海水魚の服も海で泳ぎながら、ちょっと自然と戯れたいなと思います。瀬戸内町から海上タクシーでわずかに5分、対岸に浮かぶ加計呂麻島は、サンゴの石垣と樹齢300年といわれるデイゴの巨木、そして透き通る海に囲まれた美しい島である。まず幼少の頃からね、
喧嘩が強くな喧嘩に強くなりたいという気持ちがありまして、で喧嘩に強くなる何がいいだろうと思ってた時に、その空手バカ一代、大山総裁をモチーフとしたね、空手バカ一代の漫画を読んでね、もう絶対極真やりたい、極真空手を学びたいと思ってね、そして、東京の高校に行って、念願のね極真空手を始めました。僕は奄美から中学卒業してね東京に行くときに、うちの親父がねストグレ魂っていうの、この奄美の負けじ魂ってことなんですけど、ストグレ魂で頑張ってきなさいと、そういう言葉をね親父から聞きました。負けじ魂ですね、どんなことあっても負けたまるかっていう、この精神というのはこの奄美大島特有のね、本当に島の年配者の方々が子供たちに対してね、ストグレ魂で頑張ってこいと、決まれと、これがこの子供たちの島のねすごいエネルギーになっていると思うんですね。島からこう離れてたこれから子供たちもですね、ストグレ魂、負けじ魂でね、いろんな局面を乗り切って、ね、頑張ってほしいと思います。ちょうど自分がうちの父のですね仕事を手伝いながら練習してたんですね。で大山総裁としてはですね、もう空手一本にしてくれと、もう私に対してね、空手の醍醐味はね小欲大を制す、小さいものが大きいものに勝ってこそね、空手のね魅力があるんだと、それが武道だとお言葉をおっしゃっていただいて、そしてもしかしたら緑くんはね世界チャンピオンになれるかもしれないと、ぜひその空手を世界大会までね、もう空手一筋でそういう環境をね与えてくださいというね、そういうお願いをねしていただきました。でその時に大山総裁からですね死力達成というねその言葉をいただいて、死ぬ気になって頑張れと、死ぬ気になって稽古しなさいと、そしたら世界チャンピオンになれるよと、その言葉をいただいて、本当にそれからもう今まで以上にプレッシャーも感じながらですね一生懸命稽古してね、やはりそういう大山総裁が奄美来てなかったらそこまでのエネルギーをもらえずにね試合を迎えたと思うんですけど、本当に大山総裁来ていただいて、その大山総裁ね顔に泥を塗れないと、もし1回戦2回戦で負けてしまったらどうしようと、本当に合わす顔がないっていう、そういう気持ちもあり、なおかつ練習にね力が入ってね万全な体調で試合を迎えることができました。1991年11月2日東京体育館において第5回全世界空手道選手権大会が開幕、3日間にわたる熱戦の火蓋が切って落とされた。4年に一度の空手オリンピック、当てる空手、喧嘩空手とも言われる大山極真空手、1200万人の頂点に立つのは果たして誰か。大会太鼓の鳴り響く中、その瞬間を見守ろうと2万人近いファンがここ東京体育館に詰めかけています。興奮に包まれた場内では開会式が始まっています。過去最高の105カ国から246人の選手が出場して入場行進が行われています。イギリス、スイス、オーストリア、ベルギー、オランダといったヨーロッパ勢、そして今回初めて代表を送り込んできたソビエト、ブラジルも打倒日本に燃えています。迎え撃つ日本勢は去年の全日本チャンピオン増田、この大会のために復帰した緑、ファイター黒沢、パワーの山木七之助など、2回の合宿を経て万全の体制で臨んでいます。場内は興奮が高まってきました。選手たちは今までの全てをかけた戦いを控え、さらに引き締まった表情をしています。これまでにない史上まれに見る激闘が今始まろうとしています。
4年に一度開催される空手オリンピック世界大会。数々のドラマが生まれ、多くの名選手が勝負の明暗に歓喜し、悲嘆に暮れた。世界大会はまた、空手母国日本にとって王座死守が義務付けられた大会でもあった。年々実力を伸ばす海外勢に対し、負けることの許されない決死の戦いを日本代表選手は勝ち抜いてきたのだ。今、真剣勝負が始まる。世界最強の称号は誰の手に？自分が今までずっと追い求めてたのが、なんでもう一回世界大会出ようと思ったのもですね、諦めてしまう、投げてしまうというこの精神を持ってね、このまま人生生きていくとね、必ずそういう辛いきついとこ、そういう場面があってもまた逃げてしまうだろうと、諦めてしまうだろうと、そういう自分が嫌でですね、もう一回この世界大会でね、その精神をね克服してみようと、諦めなきゃいけないっていう気持ちをつかもうと思ってね、復帰したのもあるんですね。初戦、緑賢治はネパールのラムジ・バジラチャラヤを一蹴、強烈なミドルキックとパンチで戦闘不能に追い込んだ。上段回し蹴りを蹴ることによって相手がね、上段をこうカバーするんでですね、でその空いた隙に中段がうまく入ったと思います。まあ、1回戦でね一本勝ちできたんで、少しこう波に乗れたかなっていう感じもしましたね。4回戦はベルギーのスピテールスコーンと対戦。粘り強く着実な戦いをする伸び盛りの選手だ。スティール・コン選手はですね、今僕たちのね組織のベルギーの支部長になってるんですね。やっぱり戦った者にしか分からない友情っていうがあってですね、もう彼と会うと本当に合宿とかね、ヨーロッパ大会で会うとね、本当にもう戦友ですよね。だからすごくお互いね、成長、お互い成長させてもらってるなって感じがしてね、本当にもう友ですよね。相手に下段を蹴って、そして下段が効いてたんでですね、意識が
下段に下がったところでうまい具合上段が入ったと思います。技を出すタイミング的にですね、その下段が効いた、その下段で畳みかけるっていうのもいいと思うんですけど、そこで相手の意識が下に向いた時に上段蹴るとスムーズにね上段が入るんでですね、ちょうどあの試合は下段に意識を下げておいて上段蹴ったでタイミングが入ったと思いますね。はい、5回戦の相手はブラジルのタデウ・ダ・シルバ。この時シワリで痛めた拳はすでに激痛に襲われていた。まずはですね、この世界大会で一番の使命はですね、自分のこのブロックからね、外国人選手を絶対に出さないと、必ず止めるんだっていうのがね、まず最初のね、目的でもあったんでですね、シルバ選手もすごくスピードのある選手ですね、かかと落としをね、一瞬もらってね、少しちょっとこう
こう意識が遠のくほどではないんですけど、非常に早いカート落としをもらってね、あれまずいなという瞬間もありましたね。だけど、まあ、同じぐらいだ軽量級の選手だったんですね。もうこれはもう場外に何度も出して、こちらで、ね、主導権を取ろうという気持ちでね、組手を進めていきました。やっぱりこの僕らのこの世界大会に出た16人の選手たちの一番の目標はですね、必ず自分のブロックから外国人を止めるんだっていう、みんなそういう気持ちで戦ってるんで、で勝った時はね、なんか自然に、なんか知らないけど自然にこう涙がこう流れてきたっていうのを記憶してますね。準々決勝、相手は巨漢七戸康弘。その体格差は圧倒的でさえあった。篠辺のパワーに苦戦を強いられた緑だったが、諦めることなく前に出て戦い抜き、延長でも決着はつかず、勝負は体重判定に持ち込まれた。篠辺104キロ、緑71キロ、緑が準決勝に進出。ちょっとこの DVD にはね、入ってその瞬間が入ってないんですけど、もう後ろ回しもらってね、こうちょっと意識が飛んでるような感じであったんですが、もうその時にいつもね、自分がこの世界大会で一番、かせてたっていうかね、一番その忘れ物をしたっていうのはね、諦めてしまう、投げてしまうっていう、この自分の精神の弱さ、この七戸戦の瞬間がですね、また自分のね、弱い自分、今までずっとこの弱い自分が嫌な、嫌な自分が、でもう一人はね、ここで頑張れと、本当に天使とね、悪魔のささやきですね、ほんの15秒間ですね、この15秒間の中でもうダメだっていう自分と、ここで頑張れと、お前このために苦しい稽古をやってきたんだろうっていう自分の、ね、交差してですね、これ頑張るんだ、今頑張るんだっていう自分がね、ここで勝ったわけですね。本当15秒間、この瞬間を乗り越えた時に自然に体が動くようになってですね、そこから本当に
この瞬間だったんだなと僕は追い求めてね、なかなかつかめなかった、諦めない、投げないといつも苦しい時に折れてしまうこの心をね、克服できたっていうのがこの瞬間だった。その瞬間から自然に体が動くようになってですね、なんとかその試合をね勝つことができたんですね、はい、今でもまだね、ここが膨らんでいるんですが、試し割りでですね、整形4枚も割れなかったんですね、割れなくて、で脱臼して手が、心の手の甲がね膨らんでね脱臼してしまったんで、対戦相手にこれをバレてしまったらまずいんでですね、で自分で思い切ってね、もうガーッと押さえたらね、グキッとしてね、本当に、まあ、奇跡的にね入ったわけですね、キュッと入って、でちょうどその時自分の師範がですね、手大丈夫かって心配してきてくれたんですけど、大丈夫です、で左手で3枚なんとか割って、そして試合にね臨んだんですけど、まあこれもきちっとテーピングをさせてもらってですね、試合前にね少しこう軽いスパーリング、体を動かして相手にこう叩くと非常に激痛がするわけですよ、痛い、これまずいな、だけども実際、マットに上がってですね、戦ってるとね、やっぱりアドレナリンが出てるんでしょうね、いくら叩いてもね痛くはない、で試合終わって勝った、またあっち行っててって感じでですね、だからそういう精神的な部分っていうのは、そういう痛さもね克服できるんだなと。でその次の準決勝決勝もですね、全然叩いても痛くなかったし、しかし試合終わってからですね、まあ選手もみんなそうですけど、試合終わった瞬間にねみんな足を引きずったりね、痛さがこうね、急激に痛みが出てくるんですけど、いよいよ準決勝、相手は格闘マシンと呼ばれた黒沢博樹。またしても判定は引き分け、ここでも体重差が明暗を分ける。足走って緑選手
手が18枚ファイティング125番の緑健二選手が決勝16決定緑が勝ちました。黒沢を下しました。ぐーっとうなだれます黒沢。ちょっとこれは涙が出てますね。黒沢が涙の祝福です。本当準決勝決勝っていうのはね、もう自分を信じられてね、俺はもう投げないんだ諦めないんだと、そういう心を掴んだんだっていう気持ちでね、試合に臨めたんでですね、非常に黒沢選手も強い、下段も非常に強く受けてもですね、あ、すねが硬いなっていうふうにね感じました。でこれを何発もねこうもらってると、次もあるからですね、だからうまくこの下段をね、かわしてもらわないようにと、そういうね試合の中でもね、心がけて戦いましたけどね。決勝戦、世界最強の男がこの一戦で決まる。3日間にわたる激闘を勝ち抜き栄冠を手にするのは緑健二か、それとも増田明か。東京体育館を埋め尽くした超満員2万人の大観衆の中、最終決戦が始まる。
本戦判定は引き分け、勝負は延長戦へと突入する。本戦3分、延長2分、合計5分を戦い抜いた両雄、判定はまたしても引き分け。両者死力を尽くした戦いとなった。世界中から参戦した250名の頂点をかけた戦いは相譲らず、判定は引き分け。勝負の行方は体重判定へと持ち込まれた。
87キロです。増田が87キロ、15キロの差があります。試合は延長2回まで、もつれ込みまして、大会かもしれないのも緑選手、やはり判定は緑です。第5回オープントーナメント全世界空手道選手権大会、世界ナンバーワンには緑健二が輝きました。世界最強の空手選手には緑健二が輝きました。身長165センチ、体重わずか72キロ。ここに極真空手史上唯一の軽量級世界王者が誕生した。緑健二ただ一人だけが成し遂げた偉業である。試合始まる前に、決勝戦の前に、いろいろ13年間空手やってきたことを、組織ちゃんと一緒にやってきたことを思い出して、全てをぶつけようと思ってやりました。いや、増田選手はですね、本当にもうオールラウンドでね、パンチも強いし、全ての技を使いこなす選手、また精神力も非常に強い選手ですね。僕は 2回ほどね、負けてるんでですね、自分のその試合の中でですね、負けた選手にはね、必ずリベンジしなきゃいけない、絶対に勝たなきゃいけないっていうね、気持ちがね、いつもありまして、この世界大会で増田選手2回負けると、そしてマイケル・トンプソン選手、またアンディ・フグ選手にもスイスで負けてと、でこの大会でね、当たったらこの4人もね、リベンジしてやろうと、そういう気持ちでね、練習もしてたんですね。この世界大会の前年度の全日本大会でですね、増田さんと戦った時ね、非常にもう大きく見えたんです。決勝戦の前ですね、すごい大きく、その時は多分もう飲まれたと思うんですよね。で、初めての全日本で決勝戦も出て、決勝戦まで行ったし、で増田選手が一番充実してね、心技体充実してる増田選手だったんで、こう挨拶は、でかいな、まあそういう心境だと勝てないんですね。やっぱりその決勝戦も、まあ、延長2回まで行ったんだけども、技あり取られてね、諦めて負けてしまったっていうのがあって、この決勝戦だけはね、これはもう絶対に勝たなきゃいけないと、絶対勝ってやると、で挨拶した時に、その時は世界大会の決勝の時は増田選手は大きく見えなかったんです。よし、いけるっていう気持ちでね、戦いました。だから本当に増田選手とね、共にこの時代をね、歩んでこれたっていうのは、非常に僕もね、幸せですし、また増田選手がね、いたから自分もね、苦しい稽古も乗り越えたっていうのもありますよね。なんでもう本当にこの試合にね、自分の13年間の全てをかけてね、戦おうと、そして七の八戦で掴んで諦めないっていう、こういう気持ちがあればね、絶対勝てるんだという気持ちでね、試合を戦ってました。まあそのこう試合の中で増田さんにね、ドーンと場外に出され、以前の自分だったら、あ、これまたダメかなと思ったと思うんですけど、やっぱりその諦めないっていう気持ちを掴んだんですね。出されても、まだまだこれから挽回してやるぞという気持ちになりましたね。はい、幼い頃から大きい人間に負けたくない、
っていう気持ちが人一倍あったんですね。軽量級では3回ね、全日本でチャンピオンになれたんですけど、無差別ではなかなかこう勝てなかった。どっかに沖人間には勝てないんじゃないかなって気持ちがね、心の隅にあったと思うんですけど、大山総裁がね、自分が優勝したらね、実際人間が夢と希望を持つと、小翼大王選手でね、だからそういうね、あの選手になりなさいとおっしゃっていただいたその言葉がね、僕をここまであの苦しい稽古を乗り越えさせてもらったっていうのは、やっぱり大山総裁からの言葉が非常に重かったですよね。まあ、そういう気持ちであの決勝戦はね、戦いまして、本当にあの充実した、やるだけやったんだっていう気持ちでね、試合終了を終えましたね。新極真空手のですね、理想の空手はですね、やはり大山総裁が常々おっしゃってたのが、華麗なく見てなければいけないと、人々をね感動させる試合をしなきゃいけないと、人々を魅了するような動きをしなきゃいけないっていうのはね、総裁常々おっしゃってたんでね。でこの今全世界で、私はね、日本でも世界でも新極真空手の選手がね一番強いと思っています。これからもですね、今塚本範親選手をね中心に倒す組手をですね、一本勝ちをするね、そういう組手を目指してね、で華麗な組手をね選手にやってほしいと思います。人々が見て、あ、新極真空手の選手たちは非常に華麗な組手をするなと、そして一撃必殺だなと、人々に、ね、魅了、人々をね魅了するような動きをするなと、そういう選手をね、これから日本も世界も大勢輩出していきたいと思います。今後の空手家に臨む、やはり基本的にですね、この武道の精神というのはですね、どのような逆境にあってもね、どのような試練が来ようとね、もうそれを喜びを持って乗り切っていく、オスの精神でね、喜びを持って乗り切っていく、強い、もう本当に心の強い選手になってほしいというのがありますね。そして特に子どもたちにはですね、強くなればなるほど人に優しく思いやりのある、そういう子に育ってほしい。そしてクラスにおいてもね、いつでもユーモアがあってね、リーダーシップを取れるような子であってほしい。それも一つは文武両道でね、空手も強いけど勉強も一番だっていうね、そういう子たちをたくさん輩出してですね、これからの日本をね担う、やはり新極真やってた子たちはすごいなと、そういう子たちをもっともっと輩出して、世に送り込んでですね、その子たちがいろんなジャンルでね活躍してね、してほしいと思います。全世界の空手家の皆さんが望んでることだと思うんですけど、この空手がですね、オリンピック種目に、ね、なってほしいなとすごく思います。本当に難しいハードルがもう山ほどあると思うんですけど、伝統派さんのノンコンタクトと、大山総裁が作ったフルコンタクトから2つのルールでですね、オリンピックを目指してたらね、不可能ではないと思うんですね。あのレスリングにグレークローマンスタイルとフリースタイルがあるようにですね、空手もその2つのルールでオリンピックを目指して、伝統派の空手家の皆さん、フルコンタクトの空手家の皆さんが手を組んでですね、その将来の子どもたちのためにですね、歩んでいったら、全世界の空手家たちのこれは大きな夢でもあるし、また大きな喜びになると思います。まあ、その一歩ですね、今踏み出した感じです。私のもう一つの夢はね、自分のこの弟子から世界チャンピオンを育てたいと、もうこれはもう空手、僕は現役終わってからの夢なんですけどね、指導者としてね、全日本チャンピオンはね、
何人も軽量級、中量、重量級とですね、全日本チャンピオンに自分たちになってるんですが、世界大会ね、ワールドカップとか無差別大会とかね、そういったところでね、世界チャンピオン育てたいなっていうのはね、今でも僕の追い求めてる夢でもあると思う、夢でもあります。で、世界チャンピオンになると本当に今までと違ったまた空手感、そして人生が変わりましたからね。だからそういう舞台にね、自分の生徒もね、ぜひ上げてあげたいなっていうのを思います。自分が掴んだ心っていうのはね、新極真の理念は心を極めるっていうのが新極真の理念です。で、自分が掴んだ僕の理念っていうのは、ね、絶対諦めない、投げないっていうのをこの空手の試合でね、掴んだんですね。これをこれからの今人生歩んでる中でですね、多少なりね、その心も折れそうな、そういう気持ちもね、多少出たりしてもですね、絶対諦めない、投げないっていうね、空手で掴んだこの精神があるからこそね、その辺くじけずにね、なんかポジティブに、ね、前向きに今進むことができてるんでですね、これからもこの精神は僕の、諦めない投げないっていうのは僕のね、そうですね、宝でもあるし、私たち新極真会ね、 WKO って言うんですけど、全世界空手道連盟新極真会はですね、今世界で79カ国8万人の会員がいます。この8万人の空手家の皆さんのですね、思いは心を極め最強の武道空手を目指すと、これが世界のキャッチフレーズになっています。全世界で最強だと、武道空手で最強な団体だと、そういう思いを持ってみんな一生懸命頑張っている中でですね、今加盟国においてはフルコンタクト空手は世界一の団体になりました。本当にこの大山総裁が培った、大山総裁が全世界に種をまいて花が咲いた、そういう総裁の意志のもとですね、これからもっともっと増えていくと思うんですけど、本当に素晴らしい仲間たちがたくさんいます。本当にこの空手を通してですね、一生付き合える仲間がいるっていうことはね、本当に幸せな人生だと思いますし、本当にこのこれからの世界の仲間たちとですね、もっともっとこの空手をね、普及させて、そして交流を深めてですね、世界平和にね、貢献してね、いけたらと思います。空手をやってなかったら世界でね、これだけ仲間もいなかったことだし、やはりこの空手に出会わさせていただいた大山総裁にはね、本当に心からね、感謝してますし、また総裁への恩返しというのは、この新極真空手をですね、今79カ国ですけども、100カ国以上にして、そしてもっともっと最強最大の組織にすることが総裁の恩返しだと思いますので、これからも一日一日心身を全力を尽くしてね、この新極真会に私の命を捧げてですね、頑張っていきたいと思います。